うわ、強っ。はじき。マジで。しかし、うわっ、こんにちは、スタルケルです。皆さん、今日、11月13日土曜日といえば、こちら、ベイブレードバーストダイナマイトバトルより、B192 ブースターグレイテストラファエル OVHXT プラスダッシュです。ということで、ついに、来ちゃったね。このグレイテストラファエルが。で、このベイを使うのが、ラシャド・グッドマンってことで、アニメでめちゃくちゃ強いんだよね、ラシャドが。バルトにも勝っちゃうっていうね。でですよ、今回めちゃくちゃね、いろいろと新しい要素とかすごいギミックっていうのが隠されているので、そこも惜しみなくね、レビューしていければと思います。ということで、早速開封していきましょう。中身がこちらということで、中身を取り出すとこんな感じになっております。ではまずはこちらから、ダイナマイトバトル改造ガイド11月版が出たということで、これも後でやっていきましょう。で、これですよ、新商品伝説再びっていう、この三枚刃っぽい形は、これもしかしてですよね。ということで、この12月、来月ね、楽しみにしていきたいと思います。それでは一つずつパーツ見ていきましょう。まずはこちらですよ、グレイテストラファエル。これがなんとアーマーとコア一体型、これで一つのパーツになっております。で、ギミックがすごくて、で、結構重いんですよ。ちょっと裏見ていきましょう。この両サイドのこの部分、これがなんと四角いね、これね、金属になってます。二つここが金属が搭載されてて重いと。で、これシュートすると、見えるかな、このバネがあるんですけど、このバネを押しのけてグッと上にこのね、プレートが移動するんですよ、金属プレートが。なので最初は外重心で、このシュートのその回転が収まってくると、このバネの力で内側に戻って内重心になるっていう、この外重心からそのスタミナ状態からその内重心の守りにね、入ることができると。そしてもう一つ、この形ね、このトゲトゲしてる形、このまず見た目個人的に面白いなと思って、そのなんかバク転っぽさもありますよね、この形っていうのと、この真ん中のもうこのダイナマイト感、これ最高ですね、バーストって感じしますね。で、これちょっと一回ギミック発動させてみましょう。ここ押すとこのギミックがね、発動するんですけど、はい、ちょっと反対側もやっていきましょう。ここを押すと、はい、こんな感じでパシャッとここがね、開くんですよ。で、バトル中そんなあのパシャッていかなくて、遠心力で徐々にこうグーッと上に上がっていって、こうなるっていう、感じなんですけど、見てください、この形。最初トゲトゲしてて、こう、まあ、アタックとかディフェンスとかしてくれそうな、カウンターとかしそうな形から、なんとゼロ前歯、初の、ベイブレード初のゼロ前歯、このまん丸状態で相手の攻撃をしのぐっていうね、これすごいですよね。で、これ上に上がったら、このバネスプリング入ってるので戻らないようになってます、こんな感じで。だからバトル中一回上に行ったら、もうこういうあの手下げバックみたいな感じで、こうもう後には戻らないっていう。で、こうバトルが終わったらまたここでカチッとね、はい、やってあげるという感じになってます。これが2つ目のね、ギミック。そして3つ目、このここの突起見てください。この突起があることによって、まあ、最初はこう外にね、突起がグッと移動してるので出ないんですけど、後半グッと突起が出てきます。こう出てくることによって、このバーストストッピングするっていうね、このほら、もう干渉してますね、こうやって押さえつけるっていうディスクを。なのでバーストしにくくするよっていうギミックがあると。すごいですね。あ、で、このさっきのこれね、はい、こうやることによって、はい、このゼロ前歯になるって言いましたけど、それだけじゃないんですよ。これなんと、この外重心だったものが内重心になると。このこれがね、こうギュッと上に行くことによって、重心が外側からこう
まあ、上方向にもこう力がね分散するんですよ。それによって回転力がさらに最後の伸び、そんとこのスタミナっていうのにも貢献してるよっていう、うん、あのフィギュアスケートみたいな、このジュ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 みたいな、こんな感じになるっていう、もう激面白ギミック満載っていう、うん、こう後ろからのこう見た目いいですよね、このスプリングとかメタルとかっていう感じです。そして次ディスク、こちらオーバーディスク、これがアストラルスプリガンについてきたディスクと同じものになっております。このねこうまん丸でもう最重量級っていうね、うん、いい感じのディスクになっております。そして最後これですよ、ドライバーのハイエクステンドプラスダッシュですよ。もう盛りだくさん、ラーメンでいうところの野菜マシマシニンニク油辛めみたいなね、まあ、これで言うともうギミックマシマシエクステンドプラスハイダッシュロック固めみたいなね、もう最強なんですよ。しかも今回このね、クリアパーツのこのちょっとしかもキラキラが入ってるっていう、このラファエルのこのクリアパーツと一緒のこのプラチナカラー、もうプラチナムカラーなんですよ。それにゴールド、もうこの高級感が素晴らしいということで、これも絶対強いでしょってことで、この3つを組み合わせると、はい、グレイテストラファエルオーバーハイエクステンドプラスダッシュになるわけです。それでは重さを測っていきたいと思います。で、比較としてこのダイナマイトベリアルネクサスベンチャー2も一緒に測っていきます。で、今回このグレイテストラファエルがアーマーとコア一体型ってことで、このダイナマイトベリアルもこのアーマーとかコアとかね、このブレード一緒の状態でやっていきます。はい、まずダイナマイトベリアルの重さが 26.1716 ということで、はい、そしてグレイテストラファエルが 30.78 重め、はい、そして次ネクサスが 30.65 ですね。そしてオーバーディスクが 33.40、 はい、40ですね。そして一応ドライバーも測っていきましょう。ベンチャーが 7.77 ですね、はい、ラッキーセブンということで、次ハイエクステンドプラスダッシュ 9.19、 全てにおいて勝っているということで、次は全てを組み合わせた状態で測っていきたいと思いますね。この全てを総合した重さはどうなっているのでしょうか。いきましょう。ダイナマイトベリアルの重さは64.58 ですね。そしてグレイテストラファエルの重さは、さて、おっと、 73.3940 ですね。めちゃくちゃ重くなっております。ということで早速バトルやっていきましょう。それではまずはこのグレイテストラファエルのギミックね、この周りの刃が本当に上に上がってくるのかっていうのをやって見ていきたいと思います。それではいきましょう。さて、まずはきっと今のシュートでオーバードライブシステムがね稼働してロックが外れてる状態だと思います。こっから徐々にこう上がっていくのかっていうね。そして、うお、最後まで回りきる。うわうわうわ、まだ回ってる。ええ、すげえすげえ、まだ回る。うーわすご、最後の回転の伸びめちゃくちゃすごかったですね。うわ、これはすごいわ。それでは早速こちらのグレイテストラファエルオーバーハイエクステンドプラスダッシュでバトルやっていきたいと思います。それでは一番最初に戦うのはダイナマイトベリアルネクサスベンチャー2です。それではやっていきましょう。
さて、おっと、おっ、え、強っ。アタックもすると、さて、うわ、強っ。弾き、マジで。なんとこのトゲトゲでベリアルをバーストさせましたね。カウンターえぐ。それでは次はグライドラグナルクギガネバー6と戦っていきましょう。さて、どうなる。おっと、ラファエルはすぐに真ん中を陣取っている。ラグナルクは暴れているが、おっと、真ん中陣取り対決始まりました。さて、またもやラファエルのカウンターが炸裂して最後バーストしましたね。え、激強。それでは次はロアバハムートギガモーメント10と戦っていきましょう。さてどうなるんでしょうか、このバトル。ロアバハムート激強ですからね。さて、おっと、やっぱ真ん中陣取るのが早いわ。はい、エクステンドプラスダッシュ。おっと、カウンターを決める。そして両者打ち合っています。グレイテストラファエルの体勢が崩れそうか。いや、持ちこたえている。さて、送り合いどうなるのか。これは、モーメントを超越するこのスタミナ。やっぱこの刃が上に行って最後の粘り、めちゃくちゃ強い。それでは次はセイバーバルキリーショット7と戦っていきたいと思います。えい、これはどうなるのか。おっと、飛んだ。おっと、アタック。しかし、うわっと、アタック余裕だえからのカウンターガーン、決まりましたね。強。それでは次、アストラルスペリガンオーバークワトロゼロと戦っていきたいと思います。おっとどうなる。耐える。さて、おっと、お互い、おっと、外に出されました。うわー、これがどうなるんでしょうか。体勢が崩れている。グレイテストラファエル、あーっと、また飛ばされる。これは厳しいか。さて、送り合いどうなる。めちゃくちゃ強。それでは次、ギルティロンギヌスカルマメタルデストロイ2と戦っていきましょう。さて、おっと、耐える。またも耐える。うわ、ロンギルスをもう機能停止に。おっと、カウンターアタック。やばい、ロンギルスが全然仕事できてないぞ、これは。え、全然効いてない。やば、ロンギヌスのアタック余裕だえ。それでは次、デンジャラスベリアルオールマイト2、これと戦っていきましょうか。耐えてる。マジで、うわ、アタックの仕掛け、デンジャラスベリアルのアタック余裕で耐えてましたね。それではラスト、プロミネンスフェニックステーパードユニバース10と戦っていきましょう。はい、おっと、この真ん中独占からのプロミネンスフェニックスは外周から外堀から攻めていくと。さて、耐える。そして、おっと、どうなる。これは、うーわ、余裕の勝ち。いや、マジで強い。ということで、今回のグレイテストラファエルオーバーハイエクステンドプラスダッシュのレビューいかがだったでしょうか。これね、アニメだけのね、誇張した強さだと思ってたら、
この本物のベイもめちゃくちゃ強かったですね。カウンターもね決めるし、このトゲで、でさらにこのトゲが上に上がってからはこのめちゃくちゃ丸で相手の攻撃をもう全部いなして最後までこう回り切るっていう、これはね今までロア・バハムート一番強いと思ってたんですけど、もう更新しましたね。このグレイテスト・ラファエルが一番強いです。ということで皆さん、グレイテスト・ラファエルのブースターも買いましょう。これはもうぜひもう買うしかない。これはもうこのカスタムがもう一番強いかもしれない、このオーバーでハイエクステンドプラスダッシュが。うん、ということで、もうこの完成され尽くしたこの最強ベイね、ということでこの動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。